こんにちは。こんにちは。作曲家、編曲家、ギタリスト、サウンドクリエイター、田中義則の防備録へようこそ。今回は中国の超巨大企業、恒大のデフォルト危機と影響の考察。もともと、この手の動画を作りたかったんだよな。さて、恒大は中国の大手不動産会社。そこが有利子負債33兆円ではと言われてますが、実態は不明。中国だしな。まあ、中国の情報公開は当てにならないけど、それは日本も同じ。山一証券の破綻の時も散々隠し続けて、押し付けてるのだから。ああ、社員は悪くありません。という会見か。泣きたいのはこっちだよ。と画面越しに思っていた人はいただろうな。今回の恒大の破綻は規模も大きいから政府が手助けするかも？と淡い希望を持っていた人もいたみたいだけど、それはなさそうね。共同富裕を掲げているから、資産をばらまくには解体した方がいい。というのが、習近平の考えだろうな。共産主義への先祖返り真っ最中。文化大革命 2.0、という感じだしね。ゲームは週末に、合計3時間だしな。ドラクエ2や FF2 はクリアできないわね。ロンダルギアもパンデモニウムも両方長いしな。なぜ、破綻したかはブルームバーグなどで確認してもらうとして、実生活で気をつけるべきこととしては、1、収入源は複数確保しておくことが第一ね。不動産の会社だけに被害があるわけではなく、関連会社にも普及するからな。建築が長ければ、その間に近くの飲食店は潤うし、その周辺で雇用も生まれる。そしてお金を使うことで経済が回る。水と同じで貯めておくだけではダメなのよね。2、消耗品で保存が効くものは買いだめしてもいいわね。ギター弦などはおすすめだぜ。戦争が近くなると、鉄鋼関係やエネルギー価格が上がって、値段に返ってくるからね。ダダリオの弦が昔は500円以下。ナイロン弦のプロアルテモも、600円だった。それが今は1000円近く。財布に厳しい時代だな。プロアルテはダダリオの商品名ね。今回の破綻でリーマンショックの再来になるかはわからないけど、間接的に影響し合って連鎖的に倒産が増える可能性はあるわね。何が引き金になるかがわからないけど、もしかしたら今回の中国恒大の件が病院になるかもな。自分には関係ないと思っていても巡り巡って影響が出るということは知っておいてほしいわね。規模が大きいとやれることも大きいけど、その分失敗した際のダメージも大きいからな。昔のハリウッド映画制作会社がいい例ね。エリザベス・テイラー主演のクレオパトラを作った会社は、費用がかかりすぎて会社が傾いたからな。後に、サウンド・オブ・ミュージックで回避できたわね。そういう意味でもリスク分散は必須だぜ。と、まあこんなところで、次回もよろしくお願いします。チャンネル登録、グッドボタンよろしくだぜ。バイバイ。じゃ。